はい、皆さんこんにちは。スペースビズ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。本日は宇宙ビジネス超入門者向けに JAXA ニュースになるんですけど、 JAXA 2021年度宇宙飛行士候補者の第0次選抜結果を発表について述べますね。6月28日に JAXA は2021年度宇宙飛行士候補者の書類選抜合格した2266名に対して第0次選抜試験を行った結果、205名の合格者を決定したと発表しました。まあ、性別ではですね、男性が188名で女性が17名になります。また、年代別ではですね、20代以下が61名、30代が107名、40代が31名、50代が6名で、意外にも60代以上は、0名だったんですよね。いなかったんですよね。最初の応募総数は4127名でしたので、早くも20分の1まで絞られたことになります。今回の第0次選抜試験はですね、英語試験に合格すると一般教養試験、ステム分野の試験、小論、適性検査、エントリーシートによる審査などがあったんです。今後第1次選抜が2022年7月頃、第2次選抜が2022年10月頃、第3次選抜が2023年1月頃に予定されていて、最終的に2023年2月頃の面接試験を経て、若干目の新しい宇宙飛行士が選ばれます。日本人宇宙飛行士初の月面着陸はどなたが行くんでしょうかね。今から2020年代後半が楽しみです。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマークでお願いします。